きました。エヴァでした。エヴァです。こういう馬乗せ状態の状のところは魚がやっぱ回遊して回ってくるところなんですよね。まあ昼間だから本当は乱眼してバンバン叩いてた方がいいんですけど、もう流れてない状態ですから。極力流れの変化のあるところとかそういう地形を見て、変に動いてもプレッシャーかかりますからね、魚を散らしてしまうだけになってしまいますから、極力まあ一時粘ってみると。よっしゃ、来た。やっと来ました。やっと来ました。ちょっとドラグを緩めとかないと。バイブレーションですね。バレが多いから気をつけないといけないんですよね。まあまあいいサイズ。まあまあ。おお、危ない危ない。お、まあまあいいサイズです。よし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 、無理できないですからね。おおおおお、まあまあ、よしよしよし、よし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 、よしよしよし、元気は。おお、いいサイズ、いいサイズだ。十分です。よしよしよし、ガッツリかかっちゃったと思うけど、うわ、外れたかな今一個。やばいやばい、頼みます。元気、楽しいですね。バレたらごめんなさい。60ぐらいはありますね。ああ、黒いな。やっときました。よいしょ。どうですか。今日の朝から比べると、ちょうど60ぐらいですね。やっときましたね。何回かバイブレーションで当たってたんですけどね、フォルテで。多分ちっちゃかったんでしょうね。乗り切らなかったんですよね。やっぱサイズが良くなると、釣れましたね。ああ、よかった。釣れました。